授業でちょっとわからないところが言い方とか先生のちょっと雑談が入ってわからない時がある。字を読むこと、あとは落ち着かない。それと読んでも自分で読むと内容が入ってこない。発達障害があってなかなかこう集中できないとか、あとは学習障害があって文字の読み書きが苦手だとか、先生の話聞きながらメモ取ることができないとか、やっぱり2つのこと同時にできないというお子さんもいらっしゃいますし、もともとその体の姿勢がうまくグッといい姿勢取れなくて上ぐだーっと曲がっちゃう、でそのことに曲がっちゃうことによっては疲れやすくなっちゃったりとか、してしまって、なんか頭が働かなくなっちゃうときに字幕を使って、その字幕を目で読んで頭が働かせる。学校の授業で言われてもわからなかったところをリボートでその家でやるときに見たりするから、それのおかげで改めてそういうことかっていうのが分かる。動画教材とか学校授業とかもやっぱそうですけど、あと耳からの音声情報をどこまでやっぱ拾えるかっていうのがすごくネックになると思うんですね。でもそれってすごく苦手なお子さんだとか多いので、その分動画ってやっぱ字幕が出てくるとそこでしっかり確認できる。どの子にとってもきっと使いやすい部分があると思うんです。で、Eボードだけで完結する子もきっといるでしょう。でも Eボードで完結しない子もいると思うんです。なので、学習の仕方の一つとして選べるっていうことがあることで、どんな子さんたちにとってもきっとこの部分ではとても役に立ったとか、こういうところで使いやすいねっていうのがあると思うんですね。